ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、桜花の奇跡、一ノ瀬圭奈です。競馬予想家の太郎です。今週も始まりました重賞ベスト3。この動画では競馬予想家の太郎さんが中山記念で解体散歩を解説していきます。太郎さん、まずは先週の振り返りからなんですが、はい、こちらの動画、フェブラリーステークスを予想させていただいて、勝ったのはレモンポップが G1 初勝利となりました。振り返ってみていかがでしょうか？はい。まずね、レモンポップは非常に強かったですし、あと、まあ、動画でも申し上げたかな、レースセンスがやっぱりね、際立ってますよね。ダートのこの、まあ、短距離、マイルぐらいまでの中で、こう、崩れず走り続けるって結構これはすごいことなんですよね。まあ、芝の中長距離はあるんですけど、ダートのこう、まあ、短いところって結構頭数が毎回揃うレースが多くて、その中で連帯権を一度も外さずに、まあ、G1 勝ったっていうのは、これは本当にすごいことだと思いますね。類まれなるレースセンスがあってこそ、こう、成し遂げられることだったと思うので、まあ、メンバーちょっとね、全体には薄いかなと思ったんですけども、その中で新生誕生というような結果だったと思います。何か目に留まった馬他にいましたか？そうですね。まあ、まず個人的には湘南なでしこを、まあ、この子でも推奨して最終的にも本命にしたんですけど、パーツとまるで見当違いで申し訳なかったです。結果的に、差しが届くような馬場状態になったので、まあ、ドライスタートにとってはちょっと、こう、きつい馬場だったかなと。その中で4着に踏ん張ったのは、まあ、来年以降に、もしここに出てきたら、もう一回買ってみたいかなと思う内容だったので、まあ、そこは一つ注目したいなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、重賞ベスト3は毎週土曜12時に公開しております。ぜひチャンネル登録をしていただいて、毎週ご覧ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、太郎さん、今週は中山記念を予想していくということですが、何かポイントがあったら教えてください。はい。中山記念、これはもう昔からね、変わらないポイントがあります。こちらです。はい。まあ、能力以上に適正や枠順といったものが大事になるということですね。中山記念っていうのは、中山芝1800メートルで、まあ、昔から変わらず条件ね、行われているレースなんですけども、まあ、中山芝1800ってこう、小回りでコーナー4回を回る、こう、結構独特のコースなので、必ずしも能力が反映されるとは限らない舞台ですね。で、とりわけ今回、まあ、開幕週ということもありますので、基本的には、まず前に行ける馬、そして、内にいられる馬、内枠の馬ですね、が、まあ、有利になりがちです。過去10年で見ても、2桁馬番を引いた一番人気の馬って、これは1頭も馬券にすら絡めていないので、まあ、この、外枠に入ったケースは、ちょっと割引が必要というのが、基本的な、この中山、記念変わらない傾向ですね。まあ当然開幕週なんで土曜日の馬場をね、確認していただきたいとは思うんですけども、まあ大体そのパターンになると思います。ここからは太郎さんが中山記念で解体3頭の解説に移ります。まずは太郎さん、1頭目から教えてください。はい、1頭目はダノンザキットにしました。はい、ダノンザキットね、まあ昨年の中山記念に人気で出走して大きくそれを裏切るということで。まあちょっと適正面疑問視される向きもあるとは思うんですけども、まず中山記念のまあポイント、冒頭で申し上げた通り、枠順ですとか適正ですね。その点で今回最内枠を引けたというのがまず一つ大きな買い材料になると思います。で、ダノンザキットっていう馬は実は結構こう不利な枠順を引かされることが多くて、まあこう外枠をずっと引かされてたり、で、マイルチャンピオンシップになるととか安田記念になると、どちらかといえば内側れている馬場で内枠を引かされていた。まあ、昨年の安田記念なんかもね、ここの動画でも申し上げた通り、完全に外有利の中、まあ、内枠から結構厳しい競馬で頑張ってましたし、そしてね、昨年のマイルチャンピオンシップ、この時人気落ちていて2着に来たんですけれども、まあ、この時もね、あんまり内がいい状態ではない中で、うまくね、こう、まあ、切り替えて伸ばしてきて、なかなか見どころのある競馬だったと思うんですよね。で、まあ、それがやっぱ力を証明したのが、引き続き次の香港での構想にもつながったと思うので、まあ、今回、最内枠を引けたっていうのは、非常にこの馬にとってはプラスの材料だと思います。久々にこう、いい条件で、出走できるということで、1頭目に推奨します。北村雄一騎手とコンビは継続ですが、いかがでしょうか？そうですね。北村雄一騎手も、
こう大きなね、怪我があって、復帰後は、まあ以前ほどのね、こう勝ち鞍を上げられてはいないんですけども、ただまあこの馬に関しては割とこう完成をされてますし、北村騎手のこう当たりの柔らかい騎乗というのがまあ金層は合ってる感じもしますよね。でまあこうバイアス的なものを考えてもうまく立ち回れるジョッキーなので、まあこの枠を活かせるという意味でもいいと思います。結局1008が良さそうなんですかね、ダノンザキットは。どうでしょう。そうですね、少しこうかかる部分もあるので、あんまりまあ伸びない方がいいのは間違いないですよね。1006から1008ぐらいがまあ現状はいいかなという気がします。でこの中山記念っていうレースはどちらかというとこうスタミナ型の馬、不発も結構あるんですよね。あの1008で先行できるか、あるいはマイルに対応できるぐらいのこうスピードが必要なレース、例えばまあ、かつて連覇したカンパニーであるとか、あとまあ最近だとウィンブライトあたりですかね、このレース、こう連続で走った馬って、これみんなマイルにも対応可能なスピードがあった馬なので、まあそういう意味で中山記念的な法的性を持っているっていうダノンザキットは、内枠を引けたので、まあ、そこも含めて、いいと思います。スタートの位置いかがですか？ホームストレッチ側ですが。あ、スタートですね。まあ、はい、気象的なね、問題はあるかなと思うんです。そこは特に問題ないと思います。まあ、かつてはね、あの、中山2000メートルの、ホープフルステークスを勝ってる馬ですし、まあ、今回1008になるんですけど、あとはまあ、位置取りですよね、ポイントになると。あんまりこう、最内枠なんで、こう後ろを過ぎる枠順、あの、位置取りになると微妙だと思うんですけども、まあ、今回そこまでね、こう、ガリガリ行くような馬が多い組み合わせではないので、まあ、こういう後ろぐらいまでにはつけられるんじゃないかなと思います。そうですよね。最近は結構安定して入着して馬圏内の感じですもんね。そうですね。あんまりこう、一時期ね、ちょっと低迷してたこともあるんですけども、まあその後再浮上というのは、まあジャスタエ3区全般にも結構こう言える傾向ですよね。早期で完成したように見えて、その後もう一度成長するという。で、まあ昨年の毎日王冠、1008使った時なんかうまく先行できてたんでね。まあ今回も安定した立ち回りを見せてくれるんじゃないかなと思ってますね。続いて2投目教えてください。はい、2投目は湘南マグマにしました。うん、はい。まあね、湘南マグマ、これはまあ能力的には正直1枚落ちると思います。今回結構いいメンバーが揃ったので、うん、まあこう、順番を考えていくと7番目とか6、7、8番目ぐらいになると思うんです。まあ人気もおそらくそれくらいですかね。まあただ中山記念のポイントとして、こう能力と適性、これね、まあ、最初にも申し上げた通りなんですけど、結構こう適性があるまであれば、その能力差をカバーできるっていうのが、中山記念、まあ、引いては中山芝1008の開幕週の特徴でもあるので、その点で、まあ、今回最大の穴馬になるのは、湘南マグマという見解です。枠はいかがでしょうか？はい。そうですね。トーラスジェミニの外になったので、まあ、できれば、もうちょっと内側良かったんですけれども、そうですね。理想としては花に行きたいので、この並びは一つポイントになるかなと思います。ただね、ディセンバーステークス、これが2走前になりますかね。この時は後位からデムーロ騎手だったんですけども、2番手追走からうまくこう立ち回って抜け出しと。まあなかなか最後も余裕があったので、決してまあ逃げ行ってというタイプではないんですよね。これ当時、まあだいぶ前なんですけど、未勝利戦を勝ち上がった時も、東京コースで道中ね、4、5番手から抜け出したという競馬もしているので、とにかくまあ自分のリズムで運ぶことができれば、この舞台は間違いなく合うと思うので。でちなみになんですけど、これラジオ日経賞、昨年のね、はい、春というかまあ夏か、福島で2着してるんですけども、まあこのレースでね、穴開けた馬って、こう、マルターズアポジーであるとか、あと、パンサラッサとかもそうですかね。やっぱりこう、小回り1008という点で共通していて、もうラジオ日経で走った馬って結構ここ中山記念でも走ってるんですよね。まあそういう意味でやっぱり適性の高さっていうのは間違いないと思います。石橋周騎手初コンビですがいかがでしょうか、はい、そうですね。石橋騎手は一つ、まあ誰になるのかなっていう、今回ね、サウジに結構有力騎手が行ってたりとか、まあ乗り換わりも多いんですけども、石橋騎手は、先行するときはきっちり先行してくれるジョッキーですので、まあそういう点では合うと思います。まあ古いんですけどね、こうビートブラックなんかもそうでしたし、まあその後結構ダートでも力強くこう出していきますし、芝でもこう先行馬ではきっちり出していくタイプのジョッキーなので、まあ湘南マグマのような馬を控えても持ち味が出ないタイプには
あって、このコンビは良かったなと思いますね。湘南マグマが花じゃない可能性もあるということでしたが、展開的に誰がこう引っ張っていく形になりそうですかね。そうですね。展開っていうのは最終的にこう陣営のコメントとかをね、週末になってちょっと、騎手のコラム読んだりとか、それでいろいろ組み立てるんで、まだこう明確なことはでき、あの、完全にね、断定はできないんですけど、今回のメンバーだと、比較的前に行きそうなのは、トーラス・ジェミニですよね。あと、スタニング・ローズちょっと外枠に入ったんですけど、こちらも貯めてもそんなに持ち味は出ないですし、比較的行くことになると。あと、胴舟がね、どういう出方をするのかなというところも注目。ここら辺がこう、兼ね合いだと思いますけども、理想はやっぱり、すんなり花を奪えることだと思います。わかりました。ありがはとうい。ございます。はい。続いて3投目教えてください。はい。今回、解体3投目ですね。こちらにしました。はい。シュネルマイスターにしました。はい。シュネルマイス久しターぶでりにす。ジョッキーさんが乗ってるあ、そう感ですね。今じ。回は、馬主6騎手ですかね。そうはい。ですね。これは馬主6騎手というわけではなく、騎手その1みたいな感じなんですけども。はい。シュネルマイスターにしました。そうですね。シュネルマイスターはね、非常にこう、マイル使われたりね、去年はこうスプリント G1 を使われたりと、いろんな路線を歩んできているんですけども、今回、この1008っていうのは実は結構合うんじゃないかなと思います。キングマンの血統を見るとね、どうしてもこう距離が伸びていいタイプには思えないんですけども、マイルチャンピオンのレースぶり、マイルチャンピオンシップのレースぶりを見ていても、結構こう前半追走に苦労して、で、最後ね、外から伸びてくるんですけども、ここまで瞬時に反応するのではなくて、結構こう、加速までに時間がかかってるんですよね。で、これは昔からシュネルマイスターそういうところがあって、スプリンターズステークスに出た際はちょっと追走が厳しかったですし、毎日王冠をもともとね、こう差し切ってるぐらいの馬です。なので、ちょっとね、マイルのスピード勝負で、追走にこう足を使わされて、どうしてもこう位置が下がるので、距離はね、これぐらいの方がいいと思うんですよね。で、能力的にはね、ここに入れば当然、過去の実績から考えても、トップ3本の指には入る馬ですから、ここは買いじゃないですかね。前走、香港がちょっとうんといううん。感じだと思うんですが、これは太郎さん、いかがですか？そうですね。陣営はね、緩い馬場とか、いろいろ敗因おっしゃってますし、これは実際問題としてね、ドバイと香港では、能力を考えたらね、全くこう力を出せていないので、前回はしんがり負けですかね。これはしょうがないんじゃないですか。結果的にね、そうなって。春も、こう、昨年の春ですね、ドバイで大敗した後、きっちり国内戻ってきてね、安田記念で巻き返してますから。そこは特に気にしなくていいと思います。バシュロ騎手との初コンビはいかがですか？あ、そうですね。これ結構大きなポイントです。シュネルマイスターってルメール騎手が騎乗する機会が、割と多かったですね。あとは横山武史騎手。で、ルメール騎手と横山武史騎手って結構タイプが違うんですよ、まず。前提としてですね。ルメール騎手はどちらかといえば馬の気分を重視して、末脚を伸ばすという騎乗を得意。横山武史騎手はある程度こう自分で位置を取りに行って、こう最後立ち回って伸びてくると。で、シュネルマイスターのレースぶりを見てると、やっぱルメール騎手だとどうしてもこう位置が下がるんですよね。それが悪いというわけではないんですけども、シュネルマイスターのタイプ的には横山武史騎手のようなこうパワータイプの騎乗の方が、合うなというのが、これまでのレースを見ていた、感想ですね。で、だとすると、馬主の騎手がじゃあどちらに似てるかといえば、これは同じ横文字だからルメール騎手かと思い、逆はどちらかといえば横山武史騎手タイプ。わかりやすく言えば横山武史騎手っていうのはヨーロッパタイプの騎乗スタイルですし、ルメール騎手っていうのはジャパニーズスタイルなんですよね。ヨーロッパの、方ですけど、元は。なんで、馬主の騎手っていうのは、このシュネルマイスターに関して言えば、今回は、割といい選択というか、面白い、この馬の持ち味が出せると思います。ある程度、こう、位置を取りに行ってくれるっていう意味でも、中山記念の傾向には合ってるかなと思いますね。シュネルマイスターのレースを選択してきたといいますか、次のレース選択を含めてどうで、考えます次。か？
どうするんですかね。まあ、個人的にはね、距離をもうちょっとね、マイルじゃなくてね、18、2000路線を歩んでほしいとは思うんですけども、まあ、中山記念はそういう意味で、この結果次第なのかなと思うんですけどね。まあ、もちろん、実装どういう選択を取るかはわからないんですけども、今回、結果を出せるかってところは一つポイントになるんじゃないですかね。太郎さんは頭まで考えてらっしゃいますか？そうですね。まあ、これ、オッズ的なものも見て考えたいとは思うんですけど、当然、まあ、勝ち負けになるだけの力はあると思います。今年結構ね、中山記念って、まあ、割といいメンバーが揃ったと考えられる。一方で、実はこう、小回り18に適性のある能力上位馬っていうのがあんまり多くないんですよね。2000メートルでこう、刺す競馬をするタイプだったり、あるいは、そもそも18以下、ほとんど走ってないとか。まあそういう馬が多いので、まあその中で言えば能力と適性が両方ともある数少ない馬だと思うので、うん、まあ注目すべきと勝ち負けにもなると思います。なるほど。枠もいかがでしょう、はい、うん。そうですね。まあこれ最大のポイントで、やっぱスタニングローズも当然適性と能力のある一頭だと思うんですけども、はい、最後はこのまあ枠順は結構大きいので、内寄りの枠を引けたっていうのはプラスだと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、太郎さんが中山記念で買いたい3頭は、ダノンザキット、湘南マグマ、シュネルマイスターの3頭となりました。さて、太郎さん、今回、相場リアントが人気になりそうですが、少々コメントいただいてもいいでしょうか。うん、はい。相場リアントはいいと思いますよ。まあ、この3頭に入れてもよかったんですよね。まあ、1頭はちょっと穴馬を入れたいという意図があるので、まあ、湘南マグマを。一応入れたんですけども、まあもう一頭普通にあげるんだったら、ソーバリアントですね。まあ枠もまずまずいいところ引けましたし、あと、この馬、まあ、その実績的にはね、2000メートル中心なんですけれども、スピードのあるタイプで、かかるぐらいのスピードがあるタイプなので、まあ小回り18にも対応できると思いますし、あとまあこれはもう20回ぐらいやってますかね、中山の芝中距離以上で、やっぱり横山武騎手っていうのは極めて信頼度の高いジョッキーなので、このコンビも、まあ今回この舞台を考えればプラスになるかなと思います。まあ、冬のね、中山芝重賞っていうのは結構オールフェーブル3区非常にね、得意の舞台でもあるので、まあ血統的にもいいんじゃないですかね。じゃあもう買いで含めて買ってみようという感じですか？そうですね。ソーバリアントは、はい、買いでいいと思います。この、まあ、対応、距離対応、枠順、そしてジョッキー含めて、まあ、今回のこうテーマにも合ってると思います。皆さんぜひ最終結論、うまい馬券チェックしてみてください。はい。ちょっとまた今週も少し迷いたいと思います。はい。サウジも太郎さん楽しみですね。あ、そうですね。今年は、まあ、本当日本馬、体育、出走するのでね、馬券が買えないのがすごく残念ですけど、まあ、普通に福永騎手のね、最後の騎乗もありますし、すごいいろいろ楽しみな週末だなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、次回は G2 弥生賞ディープインパクト記念を予想してまいります。ぜひチャンネル登録をしていただいて、来週もご覧ください。最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。また来週お会いしましょう。高評価、コメントもお待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。